大森ゆかりにとりましてもね、8月の27日後楽園ホールでライオネス飛鳥そして長代千草のね挑戦を受けるわけでしょ、はい、もうそろそろそういった意味でもですね、この選手権に向けて何か整えておかなくちゃいけない時期に来てますよね。そうですね、試合が始まりました。まあそういった点を注目しながら一つ見てみることにいたしましょう。あーっと、このあたりは作戦が逆裏目に出ました。さあ大森ゆかりベルベットマッキンタイヤを捕まえました。セコンドにデビルさんが来てますね。そうなんですよ、デビルさんとね、それから山崎選手も現れております。まあブラック軍団デビル軍団が戦うときはですね、非常に団結力が強いといいますか、全員が集まってちょっと隙があればあるいはピンチになりますと出てくるんですよね。さあ今度はジャンボ堀であります。このジャンボ堀ってのはパワーがありますね。ありますよ、とにかくね、まあ、一番金星が取れたって言いますかね、力のある選手の一人であります。またーっといきなり来ました。またかと思ったんですが、ジャンボがプレーしてまいりました。あーっとっとっとやられますよ、と危ない、ね、今度は向こう側ではですね、大森、ちょっと追っかけられますよ、追っかけられますよ、入った。いやー今日はヒップアップしっかりしてくださいよ、頑張れジャンボ、助けてあげてください。これが効いてるぞ、声だけですから、降りた声だけ。さあ今度はあーっとジャンボが怒った、ジャンボが怒ってベルベットマッキンタイヤをまた一石に投げ込んでおります。壮絶としております。天竜市民体育館、ご覧のように満員です。暑い夏の盛り、本当に汗びっしょりの対戦であります。ジュリちゃんがどっか行きました。放送席も汗びっしょり、リング上も汗びっしょり、そしてあ、今の浜田ジュリさん、ようやくマイクの前に帰ってくれました。何か遥か向こうまで行ってたようですね。2組いると怖いですね、どっから、ね、はい、もう今本当にもう危ない時はさっと逃げてください。いやようやく4人の選手がリングの上に戻ってくれました。まあ、3AA 念願のタッグのチャンピオンベルトを手にしたジャンボこと大森ゆかりなんですけども、いつも関係者の声を総合しますとね、この2人は大気と素質はありながらまだまだ今一歩と十分に持っている力を発揮していないとこう言われ続けてるんですよ ね、はい、そうですね。宮本さん、このあたりどういうふうにご覧になりますか。やはりね、2人ともね、やはり同じような、まあ、体型なんですけどもね、はいはい、難しいんですけどもね、もう一つ頑張ってほしいなっていう面はあるんですけどもね。それからいつもね、リングから一旦降りますとこの2人はとっても気がいいでしょ、はい、おっとりしてますでしょ、はい、何かそういったね、おおらかさがついリングの上で悪い意味で出ちゃうっていうところもあるんじゃないでしょうかね。それはあまあ、あるでしょうね、はい。今日はしかしタランチュラそしてベルベットマッキンタイヤあたりであります、相手であります。一つ十分にですね、そういった自分の欠点というのを意識してね、一つ選手権に向けて調整してもらいたいものであります。塩野さん、はい、その話ですけれども、リングサイドでライオネス飛鳥、長代千草じっくりと今観察していますね。はあ、ははあ、もう後輩だと思って、甘く来たら一泡吹かせると、なるほど、さきさきと元気に答えてくれました。あ、そうですか、はい、はい、確かに挑戦チームのライオネス飛鳥長代千草というのはその根性というんでしょうか、やる気というんでしょうかね、はい、執念にかけてはですね、ジャンボ堀大森ゆかりのチャンピオンチームより上かも分かりませんよ。そうですね、気迫って言いますかね、はい、そういうものは表にスッと出てくる、ね、コンビですからね。今日も相当長代千草とね、宮本さんは試合前ね話し込んでましたので、はい、やはり話はどうしても後楽園コール8月27日ということになるんでしょう。はいはい、そうですね、彼女たちにとっては、はい、だから同じダイナミックジャガーズがありますけどね、その中でやはりいつまでも待ってたらチャンスが来ないんだと、そうそういう意気込みですね、まあ、大いに買いたいものですよね、はい。もうお互いに、ね、この野郎この野郎というところでしてね、ああ何かああいう風にして投げてくださいという感じの今日はヘアスタイルでしたからね、やられてますよベルベットマッキンタイヤーは。まだ宮本さん、この選手は若いんでしょ。まだ若いですね、はい、
何か20歳になったばかりという感じでしょう、ね、そうですね。キャリアもあまりないんじゃないんですか。キャリアはまだ2年ぐらいですからね。あ、そうでしょうね。ですから時々ですね、日本選手の猛攻を受けたりしますと恐怖感というんでしょうかね、怖そうな顔をしてますよね。そうですね、そういう点はまだまだまだですね、まあ、特に外人選手はですね、カットすることは日本人選手以上なんですけども、例えば、あ、もうダメだな、怖いなと思って諦めの表情というんでしょうか、そうですね、そういったものもですね、隠さず出ますもんね、脆さがありますよね。脆さがありますね、特にこのベルベット・マッキンタイヤーは若いという点と、それからキャリア不足という点もありまして、そういった脆さというのをしばしば香り出すタイプの選手であります。そういった点では今日はジャンボ堀、大森ゆかり、大いにチャンスがあります。いや、当然まあ、タランチュラというのはね、十分に手の内を知り尽くした相手ですので、あまり強敵にはできそうにありません。そうですね、まあ、タランチュラとはですね、堀大森組とはあの 3WL のタッグ王座を巡ってですね、はい、大構想をやったわけですからね。そうでした、そうでした、だから、タランチュラはもう膝を脱臼しましてね、あの恨みっていうのは相当なもんだと思いますよ。奇想を展開しましたね、しかもあの結果的にはですね、やはりそのベルトを奪ってしまったわけですね。そうですね、タランチュラとしては今日はね、なんとかあの、恨みを返したいところであります、はい。あ、ボストンクラブの体制に入ってますね。え、あーっとタランチュラ出てまいりました。これは当然でしょう。まあ、いつまでもあの空いた体制でいますとね、そのままギブアップなんてことも本当にありますんでね、はい。さあ、足を固められております。姿勢に立ちましたベルベットマッキンタイヤ、なんとか助けようというタランチュラであります。さあ、また場外に落ちました。あー、もうね、足を、ね、引きずるようにいたしまして、今デビル正美選手のところに行きました。苦しいでしょう。そして山崎選手が流れる背中の汗を拭いてあげております。さあ、ベルベットマッキンタイヤ、今おっからびっくりリング上に登場いたします。島崎さん、どうですか、このベルベットマッキンタイヤ見てて。強そうな感じはするんだけど、どっか弱そうですね、やっぱり。いや、この辺りだったらね、十分あのヒップアップの皆さんでも相手にできるんじゃないですか。いや、やっぱりこれは上手じゃないですかね。そうは甘くはないですよね。なかなか入れませんね。まあ、あの中に入れといてもいいと思いますけどね。さあ、足を狙っていきました。盛んに足を狙っております大森ゆかりであります。やはり足が長いだけにですね、下半身は弱いんですね。弱いですね、何か軽く足をね、2、3回立たれただけでひっくり返ってしまいます。さあ、しかし反撃に移りました。反撃も一瞬です。さあ、横に落としました。そして上から行った大森であります。カウントは2です。カウントは2でした。浜田純一さんなんか、あの自分の性格でね、はい、やはりあの相当強いな、格闘競技に向いてるななんて思うところありますか。いや、精神的にはね、こう負けたくないみたいなね、はい、そういうのありますけども、やっぱりこう体とか ね、実際にはこういった格闘競技は難しいかも分かりませんが、はい、しかしあの芸能界でね、例えば歌手の皆さんとか、はい、あるいはあのタレントの皆さんなんか話聞いてますと、はい、やはり相当ね、激しい競争の世界ですから、そうです、ね、気持ちだけは強いようですよね。気持ちはやっぱりね、はい、あの負けたくないという気持ちでみんなやってますので、はい、気が強い方が多いですけども、でこういった試合を見ててもですね、そういったあの精神力の強さみたいなものには惹かれるところがあるんじゃないですか、はい、そうですね、やっぱりすごいですよね、はい、でも今回の試合ではね、はい、とってもあのこう衣装っていうんですか、はいはい、あのカラフルで、はあはあ、こう堀さんですか、ええ、あの方なんかもう私が着たいなと思うようなね、水着着てるんで、あ、なんか本当に信じられないですね。やはり浜田純一さんあたりはね、そういったあの選手の衣装なんかにもね、目がいくかも分かりませんね、はい。さあ、トランチラ、トランチラのね、俊敏な動き、早い攻撃が出てまいりました。連続技、相手にね、休む暇を与えません。そして1回転ご覧ください。このまま決まるか、ロープに手が届いてました。しかしもう一方的に攻められておりますが、今度はお返しかどうか、とこれはうまかった、
大森ゆかり、この辺りは成長の後、カウントが入ったスピーディーであります。鮮やかな逆転勝利。いや今はうまかったですね。はい、何か一方的にサランチェラに攻められてましてね。そうですね、大森ゆかりどうかと思ったんですが、一瞬の隙を突いて鮮やかに逆転しましたですね。あ、ちょっと今ね、何かちょっと放送席を睨んでますけどもね。いや、うまかったと思いますよ。何か気に入らないですか。何か気に入らなかった、聞こえたんでしょうかね。放送席の声がね。頑張ってください、次。しおろさん、しっかりしてくださいよ。しおろさん、しっかりしてくださいよ。しおろさんがしっかりしてくださいよ。どうしても分かったじゃないですか。しおろさん、無責任なんだもん。サランチェラというのは地獄耳なんですよ。放送席の、ね、アナウンサーの、ね、放送とか、それから宮本さんの解説なんかをじっと聞いてるんですよ。試合をやりながら。嫌なタイプですね。嫌なタイプですね。ちゃんと聞いてるんですよね。入っちゃいますよ。さあ、もうこうなったらね、3本までいかずに1ストレートでね、ジャンボフリー大森ゆかりに勝ってもらったら小さい声で言いますけどもね。はい、噛みついてますか。とうとう噛みつきが出ました。今度はそしてね、ベルベットマッキンタイヤ噛みつきのお返し、2人で噛みついてますね。まさに吸血鬼、真夏の吸血鬼であります。しかし、あの覆面っていうのは表情が見えないんで怖いですね。そうなんですよ、ねあのね、目だけギョロッとね、出してますでしょ、そして放送席に来ますでしょ。やはり怖いというか不気味ですよね。全く表情が分かりません。したがってね、心の内を読めません。まあ、あのちょっとアナウンサーを脅かしてやると、そのぐらいの軽い気持ちなんでしょう。思ってみればね、もう無事にお家に帰れるかどうかと、そのぐらい心配になります。試合の方はね、何か完全に打たずに、あーっとデビル・マサミが入ってきました。今デビル・マサミが入ってまいりました。ね、ジャンボ堀がどうしてくるかというので抗議しております。当然であります。さあ、たび重なる場外弾と場内は騒然としております。ようやくリング上試合が再開された感じです。ベルベット・マッキンタイヤーが今大森ゆかりの髪の毛を捕まえております。まあ、大森の場合はちょっと短いんでね、捕まえにくそうでありますが、しかしロープの反動を利用いたしましてね、これまた相当に効いております。痛いでしょう。今度は背中に一発、そしてロープに振りました。サードオスクラッチが、あー、長い足を飛ばしました。さあ、一本を取った大森ジャンボ、なんとかあのストレートでという感じなんでしょうけどもね。2本目ちょっと苦しくなってまいりました。また足を飛ばしました。ドロップキック、そして今ジャンプ堀が出てまいりました。ジャンプ堀で、はいはい、小早川です、はい、この2人のですね、コンビネーションですが、はい、全日本女子プロレス工業のですね、広報担当の小川さんに先ほどちょっとお話を聞いていましたね、はいはい、人がいるという性格はこればっかりはなかなか早くは治らないんだけれども、そうでしょう。ただ試合運び、はい、積極さ、はい、スピード、これは大きく成長したようですね。あーはーはー、おっと、あー、今あの小早川レポーターの横でね、また場外戦が始まってまして、デビルマさんも加わってますね。はい、どうぞ続けてください。今びっくりしましてね、はいはい、ようやく逃げてくれましたんで、また後ほどレポート入れます。さあ、今デビルマサミ選手がですね、何かあの自分が試合をしているような表情でね、戦列に参加してまいりました。さあ、どういうことになりますか。この攻撃ですが、これは逆であります。さあ、大森がいった、バンクを取った、そして落としました。自分の感じがあります、苦しくなりました。もう一度ロープに振っている大森、行きました、体当たりであります。いや、すごいですね、この大森の体当たり、得意中の得意、18番であります。そして後ろに落としたバックリップ。さあ、ジャンボ振りが出てまいります。ジャンボが出てまいります。この野郎というジャンボ、もう一回ロープに振りました。なんとかこのまま決めたいというところであります。
振り子投げに行きました。そして今度は東京が駆けつけております。あ、タランチュラも捕まえましたですね。さあ一番高いところに置いてどうしようというんでしょうか、どうしようというんでしょうか。このままいった。そして上からこれはカウントが入る。ストレートが近い。いった。レアブンにタイミングを図りました。鮮やかでした。鮮やかなコンビネーションプレーであります。トリプルスコマスクタイヤートランチュラ球道のコンビでありますが、やはり 3AA のタッグチャンピオンジャンボ堀大森ゆかり相手にしませんでした。いやー、小早川さん、ジャンボ堀大森ゆかりはですね、後、はい、楽園ホールでね、はい、ライオネスアスカ長与千草選手のね、挑戦を受けるわけでしてね、はい、ちょっとあのリング上で話を聞いてみてくださいよ。はい、わかりました。お願いします。いやわー、かわいそうでしょ、ね、レフリーにああいうことしちゃいけませんよね。いくら負けたからといってもね、ああいうことは許されません。しかしまあまたストレートで負けたんでね、ちょっと面白くないんでしょうね、ということで3AA のね、大森とそれからジャンボ堀の手が上がっております。塩野さんが、塩野さん逃がし早い、逃がし早い、どこに行っていいか分からない。塩野さん、どこ行っていいか分からない。塩野さん、マイク、塩野さん、マイクを持たないで。アナウンサーがマイクを持ってた。塩野さん、マイク持たないと。マイク、試合が終わりましたよ。しゃ、塩野さん、放送席の塩野アナウンサーがまだ襲われていますけれども、リング上に残りましたジャンボ堀大森ゆかり組です。鮮やかなストレート勝ちでした。ジャンボ一言。相手が外人とタランチュラだったので、おかげさまでストレート勝ちました。その相手の方ですが、今度8月の27日後楽園ホールではライオネスアスカ長与千草選手がチャレンジしてきますね。どうですか、迎え入れにあたって。そうですね、めったに当たらないんでね、ベビーフェイス同士で本当は味方ですけども、でも全力尽くして向こうも向かってくるならこっちもそれなりに当たっていきます。どうもありがとうございました。おめでとうございました。ということでね、そういったインタビューはジャンボ堀そして大森ゆかりでございましたけども、今日は本当に放送席を何度も何度も、選手が吸収してまいりまして、どうも獣医さんとそれから、ヒップアップの前でね、お見苦しいところをお見せして本当に申し訳ありません。今日暑かった、大変でしたね。塩野さん逃げるしかないんだもん。そのマイクロフォンは天井向いてますよ。もうイヤホンがどっか行って全然わかんない。しかし塩野さんものすごい、本当にもう放送席は慌てふためいてしまいましてね、どうもヒップアップの皆さん、一つまたね、ひょうきんプロレスの方で活躍してくださいね。ありがとうございました。もうね、イヤホンも何もないんですよね、聞こえません、申し訳ありません。この辺りでお別れすることにいたしましょう。ヒップアップの皆さんと浜田美里さんでございます。この辺でお別れです。